こんにちは、こんばんは。今日もここ VR ご覧いただいてありがとうございます。あれ、カメラの、コントロールが。今日は、というか、今日もフォトグラメトリーワールドのご紹介です。以前に神奈川県の三浦半島の南端に位置する城ヶ島をご紹介したと思うんですけれども、全く同じ場所を違うクリエイターさんがフォトグラメトリーしたワールドになります。場所的には全く同じなんですけれども、どこをどういうふうにスキャンするかとか、いろいろなこだわりとか視点がクリエイターさんによって違うんですけれども、あの時は海もフォトグラメトリーだったんですけれども、今回は海は後からお水のシェーダーを足して本当に臨場感まで表現しています。以前の城ヶ島はクエスト対応だったんですけれども、このワールドは PC オンリーワールドです。ご覧ください。あちらの灯台まで、そして反対側が以前もご紹介したメガネ橋、あの上を VR なら乗っかることできますよと。はい、違いなんかも見ていただけたらと思います。見ていきたいと思います。お水があるだけで、ここまで波打ち際が来てたんだとか、ここにもお水があったんだとか、はい、わかります。前のクエスト対応ワールドの方がちょっと細かかったのかな。今回 PC オンリーワールドなんですけれども、こちらの方がちょっと粗めですね。近くによるとかなりもう粗いです。でもここをくぐると、以前は海ごとスキャンされてたのはそれはそれで面白かったんですけれども、こうやってお水を足すとまた違って見えますね。そしてあちらの風景もフォトグラされてるので、スキャンされてるので、より島の全体図が分かりますね。前はね、あんな遠くまではスキャンされてなくて、この辺ぐらいまででしたよね。この辺ぐらいまで。前はこのぐらいまででしたよね。今回はあっちの方まで。しかも私、ジョインしたのはあの辺です。この辺にジョインしました。前回と見比べていただきたいので、前回と同じに見えるスポットまで来て動画を始めたんですけど、そしてここはそのまま登ることが、以前ご紹介したものよりも本当に粗い感じです。以前は柵まで分かったんですけれども、やっぱり広く大きくスキャンするために、全体的には粗いフォトグラメトリーワールドになっているようです。近くによるともう本当に抽象画のような、これはこれで私大好きなんですけれども、でも以前歩くことができなかったこの辺も歩くことができます。わあ、上から見るとこの感じです。同じ場所を違うクリエイターさんがフォトグラメトリーにするだけでこんなに違うんですね。すごーい。わあ、やっぱりこの辺まで来るとすごく見晴らしがいいです。そして以前は中の道まではスキャンされてなかったんですけれども、今回は道も、こんな風になってたんだ、下歩けたんだとか、この前ね、なんかドローンカメラ飛ばしたところがただの岩山になってるのかなと思ったら、中がこんな感じで歩くことができて、ちゃんと道になってたんですね。すごいですね。中までちゃんとスキャンされてます。ここを表現するために全体的には粗めになってると、そういうことなんですね。すごい、ちゃんと分岐点も、こっちに行くとさっきいた場所が一望できると。そしてこっちも、わあ、割と緑が生い茂ってる、なんか岩山の感じがしてたんですけれども、中に来ると割とグリーンがいっぱいあって、ちょっと癒しの空間みたいになってます。粗めのフォトグラメトリーが嫌いっていう方にはおすすめしませんけど、私みたいに粗めも大好きだよと、いろいろ想像して見て回るの好きだよっていう方は是非お越しください。粗めですけど、地形がこうなってたんだとか、ここは入ることができたんだ、ここは入ることができないんだとか、そういうことまで感じることができます。本当に以前来た城ヶ島は
クエスト対応だったので割とコンパクトだったんですけれども、今回のフォトグラメトリーは PC オンリーということで結構島の端っこの方まで行くことができます。すごーい。わー、どこまでも行けますよ。お散歩コースにはいいかもしれないです。バーチャルお散歩したい方にはかなりおすすめです。あ、ここも分岐点になってて、こっちに行ったら何になるんだろう。こっちに、ああ、もうこっちはすんごい荒い。あ、もうこっちはすごい荒いけど、遠くの方に360度写真が。やっぱり、360度写真と一緒にしてくれてると、ああ、こうなってたんだとか、あそこに灯台あるんだとか、うん、分かりやすいですね。フォトグラだけよりも。フォトグラだけだったらもうここまで来ると結構荒めなので、何が何やらの、うん、わけわかめ卵スープな状態なんですけれども、はい。でも360度写真があるのですごく分かりやすいです。それではさっきの分岐点まで戻って道を進みたいと思います。わー、すごい荒いけれどもちゃんと道がどうなってるのかっていうことがすごくわかるので、すごくなんか歩いてる感があります。散歩してる感があります。わ、ここまで出てきたら、うん、ちゃんと360度のね、わー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 、すごい。もうこんなに歩いてきました。さっきのところがもうあんなにちっちゃくなってる。コンパクトなワールドも素敵なんですけれども、広いワールドは本当になんか本当に旅に来たような、そういう錯覚に陥るくらい達成感とか清々しさとかが全然違いますね。それでは途中ですけど、ドローンカメラで雰囲気をご覧ください。道を行きます。本当にお散歩してる気分です。私最近立って VR してるので本当にリアルでは行ったことない場所を散歩してる感じです。そして歩く速度も人間の歩く速度よりも自転車ぐらいの速さになってるので、サクサクお散歩することができます。もうこれも VR の良さですよね。リアルだったら多分このスピードですよね。うん、人が歩くとこのスピード、よいしょ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 と。でもクリエイターさんによって歩くスピードを調節してくれてるのでこの感じです。まるで自転車にでも乗ってるような。だからかな、なんかすがすがしさがより強調されてるというか、この速さで。すごい道の感じも、この辺でも実際木なんでしょうね、上とかはね、はい。わあ、何ここは。荒いからわからないけど、この辺なんかホロ穴みたいになってますけど、実際は何なんだろうか。振り返れば来た道が見えるという。はい。私は今どこに向かっているといえば、ジョインしたところに向かってるんです。以前の城ヶ島の雰囲気と見比べてほしいから、ジョインしたところから、もう、こう、島を横断して、さっきのところまで行ったんですけれども、実際はこの辺にジョインします。あ、来ました。この辺もう下り坂ですね。すごーい。わー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 、自分がどこ、この辺だったと思うんですけど、どこにジョインしたかも、あ、岩肌なんかもすごい丁寧にスキャンされてるので、さっきのところと、あ、ジョインしたのあの辺ですね、はい。あそこに黒い四角ありますよね。ジョインしたのこの辺です。わあ、この建物なんかも綺麗にスキャンされてて、すごく雰囲気が伝わる。へえ、すごーい。アップロード時もきっと波の音が皆さんに聞こえてると思うんですけれども、ワールドの中もすごく波の音が鳴り響いてるので、本当に海に来たんだなっていう雰囲気が味わえます。
あ、これは自動販売機かな。すごい、港屋。何の建物だろう、旅館。電話番号まで判別できるぐらいスキャンがちゃんと。すごい。はい、ということでジョインの位置に来ました。これは何だ、これは何だ。あ、なんか違うポータルですね。このクリスタルみたいなのに入ると、ほら、こうやって制作にあたっては国土地理委員長の認証を得て、あ、すごい、正式なワールドっていうことなんだ。あー、 PC オンリーにはなりますけれども、すごく臨場感もありますし、 PC オンリーワールドにはなるんですけれども、島の端から端まで歩いてくることができるので、すごい臨場感と、なんか来た感じというか達成感というか、お散歩にも使えるワールドだと思います。ぜひお越しください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。